朝日新聞社、朝日新聞東京本社朝日新聞東京本社は、関東、東北、甲信越及び、静岡県において、朝日新聞を印刷、発行する朝日新聞社の地域本社である。朝日新聞社は、大阪発祥の企業であり、現在も陶器場の本店は、大阪本社に置かれているが、経理、運営など社内全般の事業に関しては、 東京本社で行っている。東京を中心とする首都圏では、横浜発祥の企業である読売新聞に次いで、購読者が多い。東京本社版の大事のあざ模様は、前身の東京朝日新聞からの名残で、桜木を用いている。東京本社では、東京本社発行版の他に、名古屋本社と北海道支社で発行する、朝日新聞の紙面制作を一括して行っている。 セット版の地域は関東一と六県と静岡県で東北、甲信越地域向けは長官のみとなっている。東京本社版長官の一面大事課の発行所住所部分には本日の編集長の氏名が日替わりで掲示される。また有観は一面大事左横上に東京イブニングと表記されている。富山県向けの氏名については 1989年8月までは他の北陸地方と同じく大阪本社で編集、発行したが、読者に対する調査で東京志向が強いとして、同9月からは東京管轄となり、9月1日には社国と特集が掲載された。東京本社で編集、発行していた当時、同県向けの印刷は名古屋本社で行われ、そこからトラック輸送で、 同県内の販売店に運ばれた。しかし、合理化の一環で2011年4月1日から、金沢市の中日新聞北陸本社幸い工場で印刷されることが決まり、22年半ぶりに大阪管轄となった。戦前の朝日新聞東京本社、東京朝日新聞遠隔も参照東京本社、東京総局対象エリア社員数総局支局、主要地域の密記載。 印刷工場東京都神奈川県千葉県埼玉県茨城県その他の県山形県その他の県新潟県長野県静岡県2019年3月31日までは伊豆学南遠州の地域面があったが4月1日より静岡に統一されたその他の県以下は東京都神奈川県千葉県埼玉県栃木県茨城県内で発行されるもの その他の県では掲載局が異なる。最終面は静岡県伊豆地方も関東と同じものを掲載していたが2018年10月1日より静岡版に統一された。以上各放送局は2009年3月29日まではアナログ放送のチャンネル順だったが同3月30日からデジタル放送のリモコンキー ID 順に変更された。 以上各放送局は2009年3月29日までは全部中面に載せていたが3月30日以後最終面に移設した2011年3月31日までは NHK ハイビジョンの番組欄も掲載されていたが4月1日以後その枠は広告枠となっているラジオの周波数についてはラジオテレビと書かれたコーナータイトルにまとめて掲載してある なお、2009年3月から4月ぐらいは、周波数の掲載が省略されていたが読者からの、不評を買っていた一時資料、または記事主題の関係者による情報源、編集。ありがとうございます。